花の成平からしのぶの乱れたいは、宝塚歌劇団のミュージカル作品。星組公演。形式名は、宝塚が、新春王朝ロマン。東京、中日劇場が、王朝ロマン。17話。作者は、柴田有子。演出、振付は、小野菊之城。宝塚における本公演の閉演作品は、夢は世界を駆け巡る、ザ・ワールド・ヘリテージ2001。 東京における本公演中日劇場はサザンクロスレビュー2宝塚歌劇100年史の宝塚大劇場公演のページを参考にしている平安時代の前期における慶のと有原の成平は火災に優れ武勇のも長寿、恋の噂の絶えない雅な気公子であったが藤原氏の県政がはびこる宮廷では出世の道は閉ざされていた成平は 大城大臣の藤原義久が今上帝の女王に挙げようとしている藤原高子と花の縁で出会い激しい恋に落ちる伝説的美貌の貴公子有原の成平と性的藤原義久の娘高子とのままならぬ恋を軸に平安貴族の世界を妖艶に軽妙者脱に描いた王朝絵巻。氏名の後ろに宝塚、東京の文字がなければ両劇場共通。 氏名の後ろには2001-2002年当時の所属組。ありがとうございます。